俺です。漢方薬が来ました。上海ロックダウン6日目。先ほど市政府の記者会見で、今日も封鎖続くとなっています。今まで上海市はですね、4月の1日に一度 PCR 検査で、プーシー側ね、その前にはですね、31日に、一度抗原検査各地でやりましたけれども、2日に抗原検査、3日に抗原検査で、4日にまた上海市全員ですね、2500万人の、PCR 検査をやりましたが、その結果、5日ぐらいで出て、今日6日発表しました。やはり大量に感染者ですね、今毎日1万人以上突破しているので、これじゃ、封鎖解除できません。1日から5日まで陽性者が出た、住宅地はもう1回 PCR 検査、全く陽性者のデータ出てない小区住宅地で、ね、抗原検査はまた全市範囲でもう一度やりますと。これじゃですね、キリがないですね。封鎖の期限がないんですね。この2、3日に発生したニュースがありましたけれども、一つはですね、政府からの無償の野菜パックが、野菜と肉のパックがあるんですけれども、封鎖したエリアの期限によって、私の場合は1日から今日6日目なんですけど、6日間しかありません。で、長いところはみんなですね、家から出ることができないのがもう20日以上続いてるんですけれども、もう3回目国からの食料が届いてる人もいれば2回目もあります。私は、1回しかなかったんですけれども、それからですね、薬、漢方薬が配り始められたんです。なんか蓮花清瘟膠囊らしいんですけど、漢方薬で病気のない人を飲むっていうのはいいのかなとは思いつつ、それからですね、やっぱり上海から各省に、上海はロックダウンしたものの、どうしても各州の理由で許可された人がやっぱりいるらしくて、電車とか飛行機で、外省に行ったところ、結局外省についてから陽性と判断された人がいて、もう外省がパニック、ね、また封じられて、大規模な PCR 検査とか封鎖とか、出てきたんですけれども、なんか国の中にはですね、上海の人にもう出てくる人が迷惑とか、だからこの私たちではですね、普段はもう家から出ることもできません。今家から出ることができる人は、医療従事者とか、警察官とか国家公務員がどうしても、都市の運営に必要な人しかいないんですけど、もう一つニュースになって、ニュースというか話題になっている話なんですけれども、陽性者は集団隔離施設、もう上海市内ではですね、浦東には一つ大きなところがあって、あそこにすでに1万4000人ぐらい収容できる施設を作られてて、それからですね、今上海の国家、展覧センターは4万人収容できる、4万病床収容できる、隔離施設も作り始めたらしくて、この2、3日で投入されると。濃厚接触者はホテルに隔離する、だから一人一部屋、隔離するようにするので、上海のホテルも足りていないので、国際大都市とはいえホテルは足りません。で、臨床、大型バスで、最近大型バスも足りなくなってしまったんですけど、市内の路線バスで長距離で数時間を走りかけて搬送されているらしいですね。どうしても強制的に行かないといけない。もう一つの理由は、PCR 検査拒否することはできますか？できません。中国の伝染病感染、予防法があるんですけれども、その中にはですね、陽性者じゃない人は、要するに PCR 検査を受ける義務が書かれていません。それをもって私たちは法的に権利を持っているから、 PCR 検査はお断りしますという市民が出ました。断る権利はありません。じゃあ法の理由を出してくださいと市民がいたところ、警察官はですね、国の緊急事態、政令
を禁じないといけないことは法律違反になります。あなたが断るとそれに当たりますと。おお、 PCR 検査やってきました。またもう全部で5分もかからなかったですね。もうちゃんと秩序はよくやってきたんですけれども、それにね、一つニュースも先ほど見たんですけれども、感染者、集中的に治療する病院ではですね、子どもだけが陽性者になって、1歳0歳の乳児から、10歳の子どもまで、もしですね、子どもだけ陽性かかってて親が陽性になってない場合は、子どもだけ隔離されて病院に連れてしまったんですね。それがですね、すごく反発されてるんですけど、あの小さい子供で自分の世話をすることができない、しかもですね、治療の病院ではですね、コロナってほとんどの子供は症状がないから、投薬もないし、世話面倒見る人もあまりいないから、子供のことを心配している親たち、もともと感染病法律ではですね、陽性者と陰性者は同じところで治療してはいけない、滞在することができない、いることができないということになっているのですが、今回はですね、在上海の外国、各諸外国の領事館のところからも抗議を受けたので、やっぱり外国の方も万が一そちらの子供でも、陽性になった場合は必ず親が一緒に病院に入らせてくださいという強い文句が届いているので、急にですね、政府が変えました。親が陰性だっても本人が納得であれば一緒に病院にいてもいいよと。あと僕の食料のことなんですけど、もう心配です。私はですね、毎日の今日もそうなんですけど、朝5時過ぎに起きて、もうスマホでずっと寝てたんですけど、6時になったら一生懸命争奪して一つも買えませんでした。なんか1日買えるアプリが、あの提供できる量もあるし、デリバリーできる運送配達の条件もあるからできなかった。明日ももう一度頑張らなきゃいけないんですけど、そうじゃないとですね、もうそろそろコップ麺の生活になるんですけど、コップ麺でもそんなに私は貯めてないから、4食5食分ぐらいしかないですね。上海プシーロックダウン7日目。実は今日かというか昨日から街で走っていた車、自転バイクが少し増えてきたんですけど、昨日にはですね、大騒ぎの事件が発生しました。上海では、なんか上海にはですね、まだ営業しているスーパーマーケットがあって、そこにね、スーパーマーケットに入ろうとする車がなんと行列並ぶぐらいになっている。要は私たちが普通の市民がこれほどこう閉じ込められてて、もう野菜も買えなかったものの、どうして特殊な人が、いっぱいの人、たくさんの人が外に出られるようになって食材を買いに行ってるか、どうやって買えるかというのを噂、動画が流れてきたんですけど、撮られた人が言ったんですけど、通行許可証のある車だけ、あの人だけ、入ることができます。こういう特別なルートで入手したらしいですね。それでね、転売屋が出たんですよ。通行証1枚で1000元で販売されている。これが皆さんがですね、ムカつくんですけど、もう数時間うちに公安の方で、警察の方で、発表しました。その情報を流れた人を捕まえました。どういう人間かというと、あの自分はですね、物流会社なんですけど、会社のために、複数枚の通行証を入手できたんですけど、まあ、本当はですね、絶対に販売は、転売は絶対無理なんですけど、自分はですね、嘘つきのため、ネットでこの通行証を露出したと。お、今
6日目、私初めてオンラインで野菜を買いました。これがティントンというアプリで買えたんだけど、何を買ったか見せしますね。およそ人民元で250元ぐらい物をカゴに入れたんだけど、最終的に入手したのは40元ぐらいしかなかった。そら豆が私が同じものを3つくらい買ったと思います。皮、干し豆腐皮、の木だけ、玉ねぎ、これはなんとか売りですね。肉が全然買えなかったですね。肉もカゴに入れたんだけど、最終的に決済した時に自動的に落とされたんですね。冷蔵庫はほぼ空っぽになってるから、これぐらい買っても長く持たないと思いますね。また明日頑張って買わなきゃ。また品物が届いてきました。これが私がもうネットで買い物できなかった牛乳なんですけど、近所の人たち、まあ、一つのマンションの、グループチャー作ってるじゃないですか、まあ、50個みんなで50個集めれば、牛乳の、まあ、卸屋みたいなところ直接マンションの前に届けてくれて、また警備員の方が一つずつで私たちに配ってくれた牛乳です。それもですね、これは物質が買えなかった時の一つの手段と、今日また、PCR 検査はなしですけど、抗原検査キットとですね、これです、漢方薬が来ました。これちゃんと目の不自由な人に対する展示スポットもついてるね、箱に。で、主な機能は疏風清熱解毒利喉、おそらく風邪症状を緩和する、喉の調子とか、風邪が ある場合に、緩和してくれる漢方薬だと思いますね。もしいざの時に飲んでいいよとのために配られてきたと思います。漢方薬も市民に配られていますね。そこさん、お米来ました。これですね、消毒液、びちょびちょなんですけど。